さあ福島 UFC のチャンスですが、これはゼブラが、いや、また福島 UFC、 桑原です。アシスト、あの筑陽学園の桑原といえばご存知の方も多いかと思いますが、さあこの、ああ小赤澤啓太が取りました。桑原、この選手は要注意。コンサドーレ、ザッパ、ミトホーリーホックに在籍していました。さあまた桑原、バックラインへ。このバックライン、岡本勇気がここにいました。さあしかしこれはゼブラボール。村林から、うわー、これはカットした。時崎優、プレイングマネージャー、今時崎コールが聞こえましたでしょうか。さあバックパス、上げてきた上げてきた。このボールはダメ。いやと繋がりました。あ、これはゼブラ、13番の村林。さあ柳原追いつきませんでした。24番柳原、岡本と柳原、そしてゴールキーパーの清野雄大、この3選手が FC ガンジーワテで昨年全国クラブ選手権優勝しております。広島ユナイテッドのフリーキック、キッカーは要注意人物桑原。ボールをセットして、ゼブラはニアに3枚、ファーに2枚です。中に2人います。小倉がいますね。あー、ちょっとまたホイッスルが鳴りました。この8番の小倉は昨年ビアンコーネ福島に在籍して、小倉、渡辺、エゲン・グルージャですね。そして残りました橋爪と3人、いわゆるヘルボ組と言われましたが、今年はここで対決となります。さあ上げてきた小倉、合いませんでした、残念。ゴールキックです。